パーベル・アンネンコフパーベル・バシリエビチ・アンネンコフは、ロシア帝国モスクワ出身の文芸評論家。月刊誌、祖国の記録や同時大臣の導人として、文を寄稿。回想を録作家として、素晴らしい十年間や文学的回想などの著作を残したことや、西欧主義者を率いて、同国の評論家、ビッサリオン・ベリンスキーらと共に1840年代のロシアの分断を支えた。 また、電気作家としても、作家アレクサンドル・プーシキンの著作をまとめ、初めてプーシキン全集を刊行したことで知られる。兄に軍人のイバン・アンネンコフがいる。1813年7月1日に、ロシア帝国のモスクワに裕福な地主のもとに生まれた。評論家になる前は、サンクトペテルブルク大学で、歴史や言語学の教員として、教弁をとっていた。 1840年の前半にヨーロッパを旅行し、イタリアのローマに滞在していた小説家のニコライ・ゴーゴリと知り合う。1846年から1848年にかけて再びヨーロッパを旅行し、ベルギーのブリュッセルでドイツの思想家カール・マルクスとフランスのパリで哲学者のアレクサンドル・ゲルゼンとオーストリアのザルツブルクで同国の評論家ベリンスキーと知り合い。 哲学者のミハイル・バクーニン、小説家のイワン・ツルゲーネフとも交流を深めた。1840年代は月刊誌の祖国の記録や同時大臣の雑誌に文を寄稿した。この頃よりドイツの思想家カール・マルクスとも知り合い、文通も行っていた。特に同時大臣ではプーシキンやゴーゴリなど自然主義者を支持したが、1850年代に 入ると急進的な思想家のニコライチェルヌイシェフスキーが対等してきたため、間もなく同時大臣を去ってしまうことになる。1880年には1838年から1848年の10年間をまとめた回想録、素晴らしい10年間を表し、同年にプーシキンの作品をまとめたことや、 文芸評論家としての業績が評価され、モスクワ大学から名誉博士号が授与された。1887年3月20日に、ドイツのドレスデンで亡くなる。73歳であった。あとの1909年には文学的階層が出版された。ありがとうございます。